はい、これからどこ行きますか？はい、これからリゾナーレ八ヶ岳ってとこ行きます。プール行きます。プールあるんだよね。ショーン、いいねーわ。もっといいねーわ。いいね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 ーわ。ジュンはいいねー。家族旅行でございます。行ってみたかった子連れにも優しい宿に今回は行きたいなと思って、リゾナーレ八ヶ岳をセレクトしました。今日明日でめっちゃ遊ぶね。ちょっと今日運転してもらってます。昨日試合の後で遅かったからね。任せてください。お願いします。安全運転でお願いします。レッツ頼むよ。ゴー。え、くれんの？ありがとう。はい、ポーズ。はい、ポーズ。あ、いいね、いいね。ジュン、着いたね。疲れた。見えへん。楽しみですか？ニコー。ニコーしてんの。こっち向いて、シュン。ポーズ。全然こっち向いてくれへんよ。イエーイ。ニコーじゃない。ニコー。早速着いてチェックインを済ませて。お部屋に入るまでは、このピーマン通りにやってきました。もうジュンジュンのテンションが、ジュンさんすごいね、綺麗だよ。綺麗ねえ、お手手つないでいくよ。あ、すごいすごい、あそこで写真撮りたいな。あ、見て見て、スマホセッティング台もある。綺麗だね。ジュンジュンでいかね。ジュン、はい、しおんくん転んで上唇めちゃ腫れました。痛いです。鼻もちょっと打っちゃったかな。おいしい。ねえ、ここにはさ、いっぱい水もいた。めっちゃ腫れてるやん、唇。ただこ唇やん。あ、痛い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 。お兄ちゃん、ポケモン、ポケモン GO。 ここポケモンめっちゃいる。あ、そう、よかったね。よかったね。ユージー、おいでおいでは。やって。ユージー、ママのことはアキって呼ばないんですけど、パパのことはユージーって呼ぶんです。みんなー、すげー、みんなー、美味しそう。そして私のビールに、ね、のりもり野菜です。ハムのシーザーサラダです。シーザー病です。いただきます。シーシーいただきます。パチン、うまめっちゃうま。美味しいね。がいいから、これからの季節最高だね。ここね、最高だね。うちの子はぶどうジュースでお腹パンパンです。おいしい？シシ、おいしいした？プール楽しみですか？どこにいんの？今日シー君が初めてのプールなので、このプールデビューサポートを利用します。この台紙をもらえて、このシールを貼っていくと、浮き輪が、本当はレンタル料かかるものが無料で借りれるっていうね。浮き輪のレンタルはこんなに種類があります。めちゃくちゃいっぱいいろんな種類あります。ちっちゃい子供系にはこれか。お股がついたのはないけど、あ、お股がついたのはこれがありますね。浮き輪です。イエーイ。
遊びが終わってお部屋に入ってきました。イエーイ、広い、めっちゃ広い。なんていうお部屋だったっけ、なんかこのスタンダードのお部屋よりもちょっと広めのお部屋で、こう夜子供の寝た後にこういうリビングスペースでちょっとユージとお話ししたいなと思ってこういうお部屋をしたんですけど、結構広いです。こっち2人でこう寄せてそういうねって感じなんですけど、ベッドも低いし寄せられるし、ちょっと待ってね、寄せられるし、めちゃくちゃこれいいんじゃないですか。すごいですね、やっぱり家族連れにいい。大浴場があるんですけど、一応浴室があります。このユニットバスですね、ユニットバスで、まあ、トイレついてて、アメニティ貼るやつとかはフロントでもらいました。使い捨てのものとかは。夜ご飯はビュッフェのワイワイグリルに行きました。まあ、ちょっと今ビュッフェに来るところは人が混んでるので取れないんですけど、めちゃめちゃクオリティが高いです。すごい感動しました。子供用に食べれるものもいっぱいあって、子供いつもとても充実していて素敵なご飯タイムになりそうです。おいしい、おいしい、おいしい。ねえ、じゅんくん、じゃーん、いっぱい食べてます。キッズのメインディッシュのハンバーグめっちゃ大きい。大人のメインディッシュ、こんなおいしいの食べてるんだ。え、めっちゃうまいんだよ、ハンバーグ。うん、びっくりした。ハッピーグーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーイヤーユーさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう。あらあらあら、ありがとうございます。イエーイ、おめでとう、ありがとうございます。おめでとう、まずい、めっちゃポケモンしてた。どう、3、2、1、いいよ、撮れてるよ。これ誰が作ったんですか。じゅんくんが作りました。仕上がり、ありがとう。いいの食べて。おはようございます。朝のワイワイグリルでビュッフェです。ジュンさんはパンとパン、シーシーは山梨名物のポート、私はもう第2ターンまで行こうと思って、まずはこんな感じで撮りました。パパは、パパ今撮りに行ってるよ。パパ、パパ、はい、チーネー、アイチー、ものすごくクロワッサン、どう、えい、午前中からアクティビティに参加します。いっぱいあって、シーシーとジュンジュンが一緒に参加できるのがこの森の探検隊、シーシー合わせで1歳から3歳の方に参加します。どこに行く今日、行きましょう。あ、みんなでレッツゴー、行きます。じゃあ両方の方出てきますよ。行きます。改めましてこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごい、すごい、楽しいね。水もいっぱいだね。水を見つけたの。脱走中ね。怖い。
みんなと越えたら何かあるんじゃないかな。あ、じゃあ、ここね、ミスさん食べたまつぼっくりだよ。途中まで食べたんだって。うん、お腹いっぱいになっちゃったのかな。ミスさん、ミス食べた後、ほんと、あ、すごいすごい、綺麗なの見つけたね、すごいすごい。多分ね、鳥さん見つけてね、追いかけたのかな。大きいお家があったよ。わーすごい、アリさんだって。すごい、いっぱいいるね、アリさん。あ、ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。いっぱいある、いっぱいあるね。いや、めくって撮ってもいいですかって。見て見て、撮っていいって。枝気をつけてね、お目目だけね。撮れる、シーシーも撮れるかな。どう、撮れる。すごい、お、すごい、大きいの撮れたね。あ、いいね、いいよ。え、すごいよ。紫の花が気になった。くるみの木なんだ。開いてない、開いてない、くるみのやつだったよ、くるみ。自分で開いて、まん丸、いっぱいありますね。わー、疲れた、お疲れ様。あ、ね、大きなあくびだ。あ、すごい、なんだ。1個ずつどうぞ。はい、ありがとうでしょ、順次。あくりは大事だよね。1個だけ、何個も入れてもいいんじゃない。どれ出る、これとこれと、これこれはこれ、どんぐりさんもあるよ、じゅん。これで。